皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山田塚です。今日も皆さんの質問の中から一つ選ばせていただきまして、その回答をしていきたいと思います。その前に、以前スピリチュアルカウンセリングを受けていただきました方からスピリチュアルカウンセリングの感想のメールが届きましたので、もう嬉しくってね、いつも皆様からメールで感想が届いたりとか、あとはお手紙をいただいたりとか、もう皆様の思いは十分いつも受け止めています。本当にありがとうございます。今日もね、すごく嬉しいなと思ったメールをいただいたので、皆様の前で読ませていただきます。ではまずそちらから聞いてください。2023年4月30日18時よりカウンセリングを受けた KK です。タッサン、先日は長時間休みなく私のためにタッサンの貴重なお時間をいただき、お祓いやパワーを授けていただき本当にありがとうございました。タッサンのカウンセリングは私の想像のはるか上を行くものでした。お祓いの動画は YouTube で拝見しておりましたが、あれはほんの一部なんですね。私は驚きました。タッサンの体力がすごい、とにかくすごい。私の語彙力がなく、すみません。タッサンが時々動画でおっしゃる精一杯させていただきますという言葉の意味がようやく理解ができました。タッサンが私のために全身全霊でお祓いやパワーを授けてくださる、それは確かに今私は心身ともに苦しくて辛いけど、同時になんとありがたく幸せなことだろうと感じておりました。またタッサンの自分に与えられたお力で一人でも多くの人を救いたいというお気持ち、本当に尊敬いたします。ご祈祷の申し込みが多くてとてもお忙しいとおっしゃっていましたね。お体を大切にタッサンの使命を全うされますようお祈りしております。カウンセリングから2日経過しましたが、自分の心に私がちゃんといるような気がしています。カウンセリングの終わりにタッサンに教えていただいたことを実践しています。また政治のバスソルトのお風呂に入り、タッサンの睡眠誘導の動画の音声を聞きながら寝ています。タッサンのこれまでの道のりをお聞きし、私も自分の選んだ仕事を全うするためにたゆまぬ努力をし、関わる人たちに真摯に向き合っていこうと決意できました。これからも動画を楽しみにしております。この度は本当にどうもありがとうございました。 KK より。このようなメールです。すごく本当に嬉しいなと思って読ませていただきました。よく YouTube の中でも私のお祓いシーンをじゃあ一部載せますねと載せることがあるじゃないですか。私が声が変わる姿って本当はすごく耳障りで嫌だろうなって、気持ち悪いなとか怖いなと思う方がいらっしゃるだろうなと思うので、本当に一部です。私がお祓いして苦しんでる姿をいろんな方に見ていただいたら嫌だろうなと思うので、苦しんでる姿は基本的に載せていません。なので実際にカウンセリングにいらっしゃって、私がそのお客様のねお祓いをして、やっぱりね、亡くなった方が体に入っていて、その方を浄霊するとか天国にあげるって、その亡くなった方々のとても苦しい気持ちとか悲しい気持ち、辛い気持ち、死にたくないと、そういう思いがある方々を浄霊するとか天国に連れていくって本当はものすごい大変なことです。でもあまり皆さんに苦しいお姿を見せてしまってはいけないなと思って、本当に結構ね、あの動画に流れてるのはさらっとしたものです。なので実際ね、お祓いしていただいた方は十分理解してくださっていると思います。皆さんすごく心配してくださったりとか、すごく喜んでくださる方や感動してくださる方、私が精一杯お祓いさせていただいて終わった時には涙を流す方も多くいらっしゃいます。自分のためにこんなに必死に一生懸命命がけでお祓いしてくださる方は初めてですとよく言っていただけます。もうその言葉で頑張った甲斐があるなと思うし、やっぱり使命だなと実感させていただいて、こちらこそありがとうございますといつも思っています。私こそ皆さんから本当に
力をいただいていますよ。なので、あ、タオさんを苦しめてしまったなと絶対思わなくても大丈夫です。皆さんがとにかく元気になれば、それがすごく嬉しいです。そのために一生懸命させていただいているので。でもこうやって改めてメッセージにね、本当に大変なんだと、分かりましたと、一生懸命させていただきますと、その気持ちが、その言葉の意味がやっと分かりましたと言っていただけて、正直嬉しかったです。素敵なメッセージをありがとうございました。では行きましょうか。本当にケイケイさんありがとうございます。さらに皆さんね、たくさんのメッセージやお手紙すべて読ませていただいております。皆様からいつも素敵なメッセージをいただいて、私の勇気にもなっています。感謝しております。では今日の内容、皆様から来た質問を一つ読ませていただいて回答していきたいと思います。前回の、ご先祖様にね、お供えしたものは本当に食べているんですかとか、味はわかるんですかって、面白かったですね。何か皆さんが、あ、そういうことなんだと、なんかね、多くの方から連絡が来て、タッサンすごく腑に落ちましたと、納得いきました、これから真心込めてご先祖様にお供え物もしますと、たくさんの方から連絡が来ました。嬉しかったです。何かそうやって私がこうやって YouTube でお話しさせていただいていることが、今後の皆様の生き方や人生のプラスになっていただけたらすごく嬉しいなと思います。では今回の質問読ませていただきます。いきましょう。この方 NN 様、ご自分だと話しにくいと思うのですが、もしお話できそうでしたら、やはり心を磨くことが表情にも現れるようになるのかどうかを聞きたいです。例えば双子でも心の持ち方、考え方で表情豊かになったり、魅力的な外見になるかどうか差が出るのではないでしょうか。心美人でいられるように努力するのも大事なことではないかと思いました。いつか実物のタッサンをお目にできたら嬉しいです。お忙しい毎日と思いますが、タッサンもスタッフの皆様もどうぞお体大切になさってくださいませ。いつもありがとうございます。 NN より。前回の内容はもうもろに何かスピリチュアルのね、質問だなと思ったんですが、今回は亡くなった方とかそういうことではなく、いい質問ですよね。私が化粧品ね、何使ってるんですかっていう質問があったように、外見のね、美も意識すると私はいいと思います。でもこの質問でね、同じ外見を持ってる、例えば双子ではどうですかとありましたね。外見同じ2人が、心がとてもいい人と醜い人と、皆様には表情ですとか雰囲気とか差は出ると思いますか。まあおそらくね、この内容って難しいなと、そんなに多くの方は思っていないはずです。まあ大体の方はね、そりゃ心の綺麗な人の方が美しく外見いい表情だったりとかいい感じに見えますよねと、大体の方はそう思われていますよね。答えです。それが答えです。大正解です。本当にいくらでも全く同じ外見をね、持ってるお二人だったとしても絶対変わります。そして皆様の見えていない波動というものも変わります。そして大きく言うと人生が変わります。もちろん心の綺麗な人、心美人の人が開運されます。いい人生が訪れます。人から慕われます。愛されます。当然です。もちろん外見いいことに越したことないなと思ったりしますよね。私も外見磨いていきたいなと思うけど、すごく大切なことは、一番は本当に心です。心美人最高です。最高のもう別品さん、それは女性でも男性でも同じことが言えます。今からお話をしようと思うのは、あるカウンセリングでお客様がね、すごく可愛らしいお洋服を着て、なんかもうお姫様みたい、フリフリのなんかスカートがねファッとなっていて、お顔立ちもとても綺麗な方でした。なんか本当にフランス人形のような可愛らしくて綺麗な方が、
待たれていたんですね。でその方の順番になったので入っていただいてね、どうぞと、また目の前に座っていただいたんですよ。目の前に座っていきなり外見が変わるわけじゃないんですよ、そのまんまですよ。目が悪かったですとかじゃなくて何も変わっていないんですが、目の前に座ってその方が、タスさん今日はよろしくお願いしますっておっしゃったんですね。でそこから私はすでにもう霊視が始まっていて、その方がどういう方かすごくわかるんですが、すごく綺麗な方だなとは思ったんですが、私には綺麗な方にはもう見えなくなっていました。心がとてもギスギスしている方なんだなって、今使った言葉は上辺の言葉で、普段こういう言葉遣いではないんだなということも分かりました。ある映像が見えてきました。私ね、本当にね、心の状態の声が聞こえてきたりとか、性格が伝わってきたりとか、なんかもうとにかくいろんな情報が私に入ってきて、いろんなものが見えるんですが、まず第一印象の見えたものが、ああいつも汚い言葉を使う方なんだなと思いました。そしてそうやって見れば見るほど、不思議ですね、綺麗なお姿には見えなくなってくるんですよ。あれ何なんですかね。ああ お綺麗な方だなとか、綺麗な可愛らしいお洋服着てらっしゃるなと思ったんですが、もう本当に先ほどのメールにもあったように、心の状態がそのまま私今外見に見えてるんだなと思いました。で心のね、中から見えた映像が、今日ここまで来るところの映像だったんですよ。あるワンシーンが急に飛び込んできました。どんなワンシーンだったのか、その方はバスに乗っていらっしゃったみたいで、バスから降りるシーンが見えたんですね。そしてカードをね、ピッとこうやってやったシーンが見えたんですよ。でそこはバスの前で、運転席の方でお会計するバスだったんですね、私が見えた映像が。でその隣に運転手さんが座ってらっしゃったんですよ。そしたらね、その見えた彼女がピッてやった瞬間に、ふざけんなよって、ふざけんなよって声が聞こえてきたんですね。おそらくその方は、お客様ね、その運転手さんにふざけんなよって言わなかったと思うんですよ。でも私、心の声が漏れて聞こえてしまうので、ピッてやった瞬間、運転手さんにらんで、ふざけんなよって言った声が聞こえて、ですっごいイライラした気持ちでバスを降りてったシーンが急に見えたんですね。あらとても綺麗なお姿をしてらっしゃるのに、あ、この方はこのワンシーンだけでもこんなイライラされていて、こんなに汚い言葉を使う方なんだなと思って、練習をしますって言ってね、その方に一番初めにお伝えした言葉が、いつもイライラしてらっしゃるんですかって私お伝えしたんですよ。そしたら初めのね、第一声、お客様が、そんなことはないと思いますっておっしゃるんですね。で、そうですかって、今日バスに乗っていらっしゃったんですかって聞いたら、お客様が、え、そうですけど、なんでですかって聞き返されたんですね。で、今日バスに乗ってとてもイライラしたことがありましたよねって、ふざけんなって心の中で思いましたよねって言ったら、その方ね、すごくびっくりされて、私にこうやってもう姿勢正しく本当にそういう風に座ってらっしゃって、タスさん今日はありがとうございますと、なんかすごい本当に丁寧だったんですけど、で私がそれをお伝えしたら、初めは、え、何の話ですかみたいな感じだったんですけど、もうね、バスの話をして、そこまで言われたら、お客様がね、もうタスさんには全部お見通しなんだなって思ったようで、その後に放った言葉がもうびっくりしました。もうさっきの雰囲気とは全く違った言い方で、え、だってって聞いてくださいよ、すごいムカつくんですけどって急にバスの運転手さんのなんか運転が良くなかったらしいんですね。なんか
彼女が言うにはすごく嫌な運転だったって、でそれムカついたっておっしゃっていて、もう聞いてくださいよって、ムカつくんですよああいう運転する人とか言って、可愛くないなと思いました。もちろんね、安全運転でバスの運転さんはしなければいけないし、何か乗り心地の悪い運転だったら嫌な気持ちになるかもしれない。でもそこで運転が悪かったら嫌な気持ちになってムカつくって思う人と、ありがとうございましたって思う人と、人生の分かれ道ですね。私ね、その方ね、最後ねヒーリングして、最後すごい反省してました。あの帰りにね、私心を改めますとか言って、すごく良かったです。本当に意味あってその方にお会いさせていただいたんだなと思うし、その方が最後あのそういうのが全部波動に現れて、全部そういう運気になるんだということを実感したらしいんですね。その方の相談内容って、私なんか嫌われちゃうんですよねって、私なんか悪いことしてますかっておっしゃったんですよ。でその方にね、あのその性格だと思いますってあのお伝えしたら、何がいけないんですかって分からなかったみたいなんですね、今まではね。でもそういう言葉遣いですとか、そういう思いですよって言って、でヒーリングしたんですよ。そしたらね、すごくすっきりしたみたいで、私どんな方でも結構冷静にこうやってお話をするので、たさん、私やってみますって、言葉遣いもそこの感謝とかもやってみますって、最後ねすごい素敵でした。もうなんか外見も素敵で、心が何かそうやって素直に素敵な言葉をお使いになって、すごくいいなと思ってね、その方にすごく素敵ですねってお伝えしたら、あの本当のそれが笑顔だったと思います。最後ね、タッサにそうやって言っていただいて嬉しいですって、にこやかだったんですね。こういう人が本当の美人とか綺麗な方だなとか思いました。今回のねメッセージを読ませていただいて、すぐその方のことを思い出して、私は外見でもちろんまずパッと見のね印象とかもちろん見るんですが、私はそこよりも内面が伝わるので、そこを霊視鑑定した時にいろいろ紐解けるんですが、ただじゃあそれは霊感があるからタッサンが分かるんですかって、違いますよ。ちゃんと心の状態が当然ですが、本当に表情に現れるし、だいたい分かりますよね。あ、この人本当は心から笑ってないなとか、何か変な感じがするなって分かりますでしょ。そしていつも汚い言葉を使っていたりとか、いつも心の中で嫌な気持ちが、ネガティブな感情が強かったりとかしたら、当然ですよ、表情に現れます。そして先ほどもお伝えしたように、もう人生がそれで変わってしまいます。容姿で人生が変わるんじゃないですよ。容姿だけで言うと、もちろん綺麗だったりかっこよかったりとかした方がいいですよね。磨きたいなって、綺麗になりたいなとか、かっこよくありたいなって思いますよね。もう何も気にしないで、頭はボサボサで、でね、あの肌のケアもしなくってっていうよりは、外見も意識しながら、そしてでも本当に大切なのは心なんですよ。心が本当に綺麗であれば、表情にも運気にも仲間にも全て変化を起こします。そして周りの人は言わないだけですから、ちゃんとみんな心の中で嫌な人だなとか、いい人だなとか思ってますよ。そして本当に嫌われちゃう。先ほどのカウンセリングの話のように、なんで私はあのみんなから嫌われるんですかって、もうその言い方とかもね、なんか圧がすごいしね。本当に言葉の使い方も、物事の考え方も、立ち振る舞いも学んでいきましょう。そしたら周りも嬉しいし、でも一番嬉しいのはご自身ですよ。だって気分がいいもん、綺麗な言葉を使ったりとか、心がいつも穏やかであるとかね。でもそれはイライラしちゃう、まだまだ未熟な心があるんです。みんな未熟なの、私も皆さんがみんな未熟です。
でもだから生を受けたんです。一つずつ感謝を探して、荒々しい言葉とか汚い言葉遣いとか使わないで、何かこの中にも感謝はないかと探して、心美人、本当に頑張って一緒になりませんか。私も頑張って心美人になりたいです。今日からまた皆さんも感謝を探して、心優しいってどういうことなのか、そしてやっぱりこの外見に見えるね、表情の使い方とかも学んでいきましょう。なんか心を意識してても外見はねブスッとしてますって、連動されますから。心が笑ってたら自然とこっちも笑いたくなりますから、笑えてないということは心も笑ってないはずです。心はいつも笑って、いつも優しい気持ちを訓練していきましょう。そういう行動をとっていきましょう。そしたら最高に美人さん、かっこいい人、本当にそうなると思います。今日そういう質問内容でした。素敵ですね。スピリチュアルスピリチュアルしてないかもしれないけど、本当に外見に現れますよ。外見ばっかり意識して、心は見えないから大丈夫だと油断しないでください。心はそのまんま、だいたい目に現れます。雰囲気に本当に現れてますから。だからこの人どんな人だろうと思った時に、目をしっかり見てみてください。キラキラしているのか、どんよりしているのか、わかるはずです。素敵な人は目がキラキラ輝いています。そんな人に頑張ってなりましょう。せっかくいただけた人生です。心美人、もうもちろん外見も素敵であるように磨いていきませんか。今日のお話は以上です。皆様にとって何かのきっかけになったり、プラスになっていただけたら嬉しいなと思います。最後になりますが、子どもの日の特別企画、そして母の日の特別企画、祈願ね、それが子どもの日は5月5日が締め切りですよ。もう子どもの日はもうすぐなので、すぐ後で申し込もうと思ってましたっていう方は、ちょっとお早めにご連絡ください。そして母の日の申し込みも後にしようって思っていたら、あっという間に14日になりますから、慌てることなくお申し込みを忘れないでしてみてください。母の日は5月14日が締め切りです。皆様からのご連絡お待ちしております。もうね、たくさんの方からご連絡いただいております。精一杯させていただいておりますので、楽しみにお待ちください。またお会いしましょう。さよなら。